チーズ。
ありがとうございます。ここも一面雪ですね。寒いけど、冬は好きです。なんだか急に平和で、ようやく少し慣れてきたような気がします。町の人たちはみんな、今回の騒ぎを見つめ直して、町のために生かそうと努力を始めたみたいですね。なんでも、昔のお祭りを復興する企画なんかが検討されてるみたいです。町おこしということらしいですが、みんな無意識につながりを求めているんじゃないのかな。でも時が経てば全ては薄れてしまう。重大事件を扱うといつもある問題にぶつかるんです。辛いことを忘れていけるから、人は涙を拭いて立ち上がれる。けれど、忘れるから、人は繰り返してしまう。慣れてゆけることは強さなのに、慣れるから、人は間違える。でも、あなたと出会って、その疑問に僕なりの答えが見つかった気がします。きっと、心から大切なもの、守りたい誰かが見つかればいいんじゃないかな。大切な誰かがいれば、忘れても、慣れても、その人のためにより良い未来を目指していける。もちろん、僕にも大切な人たちがいます。だから僕はできることは何でもやっていこうと思ってます。その人たちのためにも。僕だけじゃない。皆さんも僕の力になってくれる。生かされてるんですね、僕は。そんな風に思ったことは一度もなかった。教えてくれたのは他でもない、あなたと、そして大好きな仲間たちです。ありがとう。本当に。僕の心に芽生えた新しい力。まだまだ変わっていけるってことなのかな。これからもいろいろなことに気づいていくんでしょう。それさえできればいつだって変われる。僕だけじゃない、きっとあなたも。恋は怖いですね。いつだって知らない自分を引き出してくる。だけどあなたはどんな僕でも受け止めてくれる。僕が自分をごまかしてさえいなければ。僕はそんなあなたに好きでいてもらえる自分でありたいです。すみません、びっくりして。あの自分で言ったことが急に恥ずかしいな。好きです、僕も。
向かい風のローラースケートは辛いです。はい、しかし冬の海っちゅうのもおつなものかな。みんなで来たのも楽しかったけど、こうして先生と二人きりのドキドキ体験、こりゃウィンターシーの醍醐味かもね。先生、こっちこっち。
ちぎらで青春追いかけっか。ほら捕まえてくまんなさい。先生、海ってどうしてこんなに広いクマ？地球知ってる。全部があるところ、ずっとつながってるところ。海キラキラしてる。クマね、何にも知らなかった。先生たちに会うまで楽しいことも泣いちゃいそうな気持ちも、海がこんなに綺麗なことも何にも知らなかったし、知りたいと思ったこともなかったクマ。クマの胸の中にいっぱいいっぱい詰まってる。先生たちと会って芽生えたいろんな気持ち、それがきっとクマの命だと思うんだ。いろんな気持ちがクマを動かすから。クマはまだわかんないことばっかりだし、これからどうしたらいいかもわかんないけど、でもこの命で頑張るって決めたクマ。怖くても一歩踏み出したらこんなにキラキラの世界があったから。だから先生も先生もうすぐいなくなっちゃうからちゃんと言っとこうと思ったの。でも言ったら本当に先生いなくなっちゃうみたいで、うわクマ、言いたいこと伝わった？おびただしい愛受け止めた？でもね、クマ大丈夫。寂しいけど、この気持ちもクマの命だから。クマは先生にべっとり頼らないって決めたクマ。今度はクマが先生の命になれるように、クマ独り立ちの巻。お世話されるクマ。そこまでの独り立ちではないのでご注意願いますクマ。おう、おかえり。
押しかけちまってすんません。二人で話したかったっつうか、先輩に聞きたいことがあるっつうか。なんだそのプレゼント何が、あプレゼントをしたいんす。何が喜ぶかわかんねえから先輩に聞きてと思って。お、女にあげるんすけど。そのお袋にあげてえなと。そういうのが一番困んすよ。絶対ダメなもんとかあるはずっしょ。頼んます。俺全然わかんねえからよ。どうしてもお袋喜ばしてんだ。実はお袋入院したんす。あ、つっても検査だけでもう退院したし全然平気だったんすけど、でも検査つらかったっぽくって、なんつうか頑張ったでしょうみてえなのをやりてえなと。からかうなっつうの。見舞い行ったんす。あの病院におふくろがいるとこなんて見んのもつらかったけど、その時おふくろが俺見て言ったんすよ。あんたは変わったって。あんたはやっぱりお父さんと私の自慢の息子だって。笑っちまうよな。頭悪いしすげえ迷惑かけてるこの俺が自慢とかよ。んなこと言ったらお袋の方が自慢じゃないっすか。こんな俺を育てて文句の一つも言わねえで体こき使って誰からも褒められねえのによ。だから俺がたまにはお祝いぐらいしたって罰は当たんねえと思うんす。目から水出てきやがったぜ。お袋の言う通り変わったんす。変われたんすよ先輩らに会って。俺先輩らに会うまでは変な目で見られんのが嫌で、あれてごまかして胸張れてなかったっす。俺が俺の自慢じゃなかったけど、先輩らに会って気づいたんす。多分どんな俺でもいいんすよ。
それでてめえが胸張れんならおふくろもきっと自慢っつってくれる。俺はおふくろや先輩らにだって誇りに思ってもらえる男になりてえ。だからまた道見失っててめえごまかさねえように生涯かけててめえ自身と喧嘩してくつもりだぜ。これもきっと今の俺なんすね。でもってこれからどんな風にも変わっていけんすよね。俺はてめえのためじゃなく人のために戦いて、死ぬ時は勝つかどうかより背中にかばったもんを守って死にて、そういう男でいて、いつかあんたのことも守れるようなそんな男でいてんだ。そういうとこが先輩の器のでかさっすよね。先は長えな。じゃプレゼント作るとしようぜ。お袋へのプレゼントっすよ。先輩の分も手芸道具あるんでバッチリっす。寒いんで寝るときあったけえもんとかいいっすよね。毛糸で中に湯たんぽ入る抱き枕ってどうっすか。題してぬいぐる抱き枕。俺と先輩が力を合わせたら傑作できるぜ。お袋先輩の話をすげえ楽しそうに聞いてるんで絶対喜ぶと思うんす。やっぱよかったっす。先輩に聞いていい案っすよね。あ、おかえりお兄ちゃん。お待たせー。え？
じゃあ行こっか。また誘ってよ。帰ってきたか。いいぜ。よっ、じゃあ行こうぜ。また誘ってくれ。おう、おかえり。ちげえっすよ。
しもし。うん、じゃあ後で。お待たせ。え、じゃあ行きましょう。また誘ってね。ただいま。おかえりなさい。そうだな。すまん。
お兄ちゃん。帰ってきたか。よっ。また誘ってくれ。
おう、おかえり。また誘ってね。おう、おかえり。やっぱりそう思う？だよね。やっぱそう思う？Thank you.
もしもし、クマクマ？え？また後でクマ。お待ちどー、レッツゴー。また見に来ようね、先生。帰ってきたか。
おう、おかえり。